はい、どうもこんにちは。とはいえ第24回目となりました。長野県のグルメをですね、平日毎日ショート動画でアップロードして勝手に応援、週末のこのコーナーでは独断の偏見でこけおろすということをですね、昨年から続けておるんですけれども、今週はね、私が作ったラーメンだったりとか、なんか普段行かないようなところとかね、いろいろ撮ってみたんですけども、一件だけね、ちょっとまあ誹謗中傷じゃないんですが、まあかなり褒める前提で作ったはずなのに、ショート動画でもだいぶ厳しいことを言ってしまってるものもあってですね、まあその辺ちょっと気をつけながら喋っていきたいなというふうに思っております。皆様のチャンネル登録、高評価が何よりの励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。あとですね、このとはいえ、エンディング雑談枠では、皆様のコメントを拾ってですね、だらだら読んでそれに対してレスポンスしていくようなこともやってますので、ぜひ最後までご覧いただければ幸いでございます。じゃあ早速行ってみましょうか。月曜日にアップロードした動画です。能登半島復興支援チャリティーラーメン第3弾ということで、元板前が3年間の食べ歩き知識と経験を落とし込んだ完全無課長偽善ラーメンということで、長野県松本市で、開催したイベントのやつでございます。浦町のとあるお店さんの一角をお借りしまして、年間200店舗、累計800店舗ぐらい食べ歩いてるんですけども、その知識と経験、それから元板前というレッテルというかラベルというかですね、そんなものを織り込みながら、美味しい美味しいラーメンを作ってですね、売上金を全額能登半島復興支援に入金するという企画の3回目ですね。もう3回もやってます。今回もね、お値段以上の価値を感じていただけた方数名からですね、結構多めにお金をいただきまして、1日だけの開催だったんですが、ちょうど2万円ということで、曲がりしたお店さんもね、切りよく2万円にしようということで、結構多めに出していただいたりとかで、これで累計6万何千円になったんですかね。10万円までもう少しということで頑張りたいなというふうに思っております。知り合いのお蕎麦屋さんからいただいた、本枯節、かつお節ですねを、削るところからスープを作り始めて、今回はですね、サバ節だとか味節だとかアゴだとか、いろんな複数の煮干しをぶち込んでですね、鶏ガラとともに3時間ぐらい炊いたんですかね、この時は。で、醤油も地元の、大久保醸造っていう三つ星レストランで使われている美味しい醤油を使ってですね、返しを2週間以上寝かしたものですね。で、チャーシューは今回、よもぎ茶を使った自家製ベーコンですね。ベーコンといっても、まあ170度のオーブンで30分葉っぱと一緒に焼いたっていうだけなんですけども、これがね、結構普通のチャーシューよりも和節のスープに合うんじゃないかなって個人的には思ってます。能登半島のわかめ添えたりとか、市販品のもともと茹でてあるメンマですね、これを、自家製のスープと返しで、煮込んだものだったりとか、味玉もですね、味玉っていうほど強い味はつけてないんですけども、スープで取って余った昆布で巻いてですね、昆布締めみたいな感じにして、ちょっと旨味を強調するような感じで出してみました。で、今まで過去、3回やってきた中で、今回が唯一ね、スープ残された方が2名ほどいらっしゃったんですよ。今まで一滴も残すことなく皆さん完食されてたんですが、今回残されたっていうことはやっぱり、出汁を重ねすぎたのがちょっといけなかったのかなということでですね、またこの後やるんですけれども、次のラーメンは原点に立ち戻って鰹節と鶏ガラだけでちょっとシンプルなものを作ってみようかなと思ってます。あとね、やっぱ回を追うごとに結構口コミで多くの方が来ていただけるようになってですね、今までだったらこう提供するごとに美味しくなれ美味しくなれって思いながらこう盛り付けたりとか、お客様に最後提供するときに幸せになれってこう出してたんですけども、忙しさのあまり今回全てのこの丼に対してそれができなかったっていうのは、自分の中でものすごいこう反省というか後悔があって、まあ次こそはそういった
なんだろうな、お料理を提供する側の心持ちとして、まあ、最低限そこはね、守っていきたいなというふうに思ってるんで、またこのラーメンの告知に関してはインスタのライブ配信とかストーリーズのみで、本当にコアなファンの方だけが来ていただけるような、座組でやっておりますので、興味ある方は探してみてくださいというご報告でございました。次行きましょう、徳兵衛さん、体の芯まで温まる絶品鴨うどん、長野県松本市畑のお店ですね。15年ぶりですか、久しぶりに行きましたね。おばちゃんは変わらずおばちゃんでしたし、店内もほとんどレイアウトは変わってなかったです、あの頃のままですね。あの頃よく食べていた鴨うどんももう鴨うどんのまんまでしたね。うん、美味しかったな。ここの鴨がまたうまいんすよ。全然臭みがなくて、本当に豚肉と鶏肉の中間ぐらいの、それでいてちゃんとうまみのお出汁が出てる鴨肉ですね。おうどんもちょうどいい感じに煮えててね、出汁がまたうまいんですよ。であとここの野沢菜がまたうまいんですよね。やっぱね、この辺の飲食店って結構自家製の野沢菜漬け作られてる方多いんですけども、どこ行ってもうまいんですよ、やっぱ野沢菜が。私最初ね、16年前とかにこっちに移住してきた時に野沢菜食べて、こんな筋っぽいものよく食べれるなと思って、漬物の中でも野沢菜ってちょっと、自分の中では漬物っていう感じじゃなかったんですけども、もう今は本当に野沢菜出てきたらやったぜって感じでね、しかもこれが出来合いじゃなくて自家製だとまた嬉しいんですよね。出来合いのその市販品とかスーパーに売ってるものって結構緑色が鮮やかなんですよ。それに対してやっぱり自家製のものってこう茶色いというかね、なんかこう地味な色をしてるんですけども、これがまたうまいんですよ本当に。特にこういうお蕎麦とかうどんとかっていう、和風だしとの相性が抜群なんでね、米よりは私はどちらかというとこのおうどんとかお蕎麦とかに合うお漬物なんじゃないかなというふうに思ってます。多分全国各地このね、野沢菜漬けっていうものがどこかで買えるかもしれないんですけども、多分それらは偽物ですね。やっぱ地元こっちに来て、自家製のものを食べて初めて、あ、これが野沢菜漬けなのかっていう、体験ができると思いますので、ぜひ、県外の方もですね、何か機会があれば足を運んでいただいて野沢菜味わっていただきたいなと思ってます。ここの徳兵衛さんは本当におすすめですね。ちょうど乗鞍高原とか、上高地とかに向かう入り口、玄関先のところにあるんで、ここで早めにね、ご飯食べといてから山に登るっていうのもありかもしれないですし、スキーとか観光で楽しんできた後に、あ、ちょっと小腹が空いたからって寄るのもまあいいですよね。場所も味も抜群ですね。最高でした。ありがとうございます。また行きます。3軒目です。ラーメンレストラン林さんですね。超濃厚、やばい気まぐれ豚骨ラーメン、長野県箕輪町にあるお店ですね。仕事で伊那駒ヶ根に行く途中で寄ったお店ですね。以前伊那にあったんですよ、このお店が。で、箕輪にこう移転して、ここだけの話、うちのお客さんなんですよ。で、今いろいろ買っていただいてて、今まで行けてなかったんで、あ、行こうかって感じで、行ったんですけども、自分とこのお客さんにこういう言い方もどうかと思うんですけども、タイトルにもある通り超濃厚なんですよ。で、私ね、この濃厚で臭い系の豚骨がちょっと苦手で、まさにあ、こういうやつが苦手なんですっていうドンピシャをついてきたんで、多分ね、このこういう系が好きな人は本当たまらないと思うんですよ。乗ってる具ももう多分チャーシューには5興奮ですね。ちょっと中華のスパイス香ったりとか、レストランって名前がついてるだけあって、やっぱりこうちょっと洋食な作り方が盛り込まれてて、飾り付けも鮮やかですし、この油かすっていうんですか、私初めて食べたんですけど、最初なんかカシューナッツかなんかを揚げたものかなと思ったんですが、これもねアクセントになっててすごく良かったんですよ。ただね、スープが本当に合わなかったっす、残念。だからここはね、超濃厚じゃなくてノーマルのものを頼めばいいと思うんですよ。で、まあレストランっぽく先付けでサラダが出てきたりとか、スイーツ、デザートまでついてくるんですけども、これがうまかった。本当に私あんまり甘いものを普段食べないんですけど、これは美味しかったですね。本当おかわりしたいぐらいでした。何なんだろうね、これミルクプリンっていうんですか、
ババロアっていうんですか、なんかよくわかんないですけど、まあやたらうまかったっすね。なんかコース料理全般でよく言われてるのは、その最後のデザートが良ければ全て良くなるっていう、三谷幸喜さんのねドラマでも以前そういう話がありましたけども、まあちょっと苦手なスープではあったんですが、デザートで全て帳消しになるぐらい、このデザートのポテンシャルはやばかったです。本当にこれだけ食べに行ってもいいぐらいですね。本当に大好きです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。次です。屋台寿司松本駅前店さんです。飲みながら寿司をつまめるちょうどいい居酒屋チェーン店ということで、長野県松本市中央ですね、駅のすぐ真ん前にあるお店、ちょっと細い路地入ってたとこなんですけれども、以前から気になってました。ここも実はうちのお客さんなんですよ。で、この日握られてたチーフの方が、確か名古屋からかな、全国いろいろ転々とされてて、今月いっぱいだったかな、名古屋から来て握ってるんですってことで、握り加減もまあ抜群で、お魚の鮮度に関してはどこで食べても一緒だと思います。やっぱ所詮海なし県なんで。ただ新鮮なお魚って生臭いんですけども、ある程度この時間が経ってね、アミノ酸だったりとかそういったものが落ち着いて、こう旨味として定着してきてる、っていう点では、まあ今このご時世どこで寿司を食べてもその新鮮だなんだっていうのはちょっと時代錯誤かなっていうふうには思うんですが、まあ美味しかったですよ。通常のマグロと本マグロを食べ比べてみたりとか、いろいろ食べてみましたけども、もう加減は抜群ですね、本当に。ちょうど飲みながら食べるにはもう十分なクオリティだと思います。で、天ぷらも美味しかったですよ。アスパラとタケノコの天ぷらいただいたんですけれども、まあ、春らしくて良かったですし、揚げ具合もちょうど良かったんですが、やっぱね、アスパラもタケノコも根元が筋っぽくて、とてもじゃないけど食べれたもんじゃないっていう、まあこれはこういうもんだと思ってね。他のメニューもいろいろ揚げ物とかね、いろいろ串物だったりとか、居酒屋によくあるメニューが、あって、ちょっと引っ掛けていくには本当にいいですね。15時から営業されてるんで、まあ、1軒目にはちょうどいいかなと思いますし、最近人気なのか、その奥のね、奥というか昭和横丁っていう飲み屋街があったんですけど、そこがなくなって次また屋台寿司2号店が入るってことで、そんな近場にポンポン出して一体どうなのかなって、コンビニじゃねえんだからって思うんですけども、まあそれだけ攻めの姿勢だってことなんでしょうね。なんか噂によると屋台寿司さんと一緒に一口餃子も入るみたいで、一つの店舗でやっていくのか、なんかね、横で隣り合ってやるのかわからないですけども、またできたら顔出してみたいなと思います。今週最後のお店となりました、松本市浦町某所ということで、あえて名前は出さなかったんですけども、まあ、普段見られてる方はもうどこの店か一発で分かると思います。しょっぱすぎてきつい富山徳島融合ラーメンがとにかくしょっぱうまいということで、なぜこの富山ラーメンと徳島ラーメンを組み合わせたのかって。ね。私はなんかインスタのストーリーズで、富山ラーメンのインスタントを買って、食べましたっていうのをアップロードして、なんかそれを見て富山ラーメンを作ろうって思い立ったらしいんですよ。で、なんなら徳島の特性も生かそうということで、まあ、同じしょっぱいっていうのと、豚肉に黒胡椒っていう要素ですね、を組み合わせて、まあ、とにかくしょっぱかったですね。これトッピングで生卵を上に乗せてもらったんですけど、生卵なかったらもう絶対食べれないです。で、砂糖のご飯レンチンしてもらって、隣 のお姉さんと半分ずつに分けて食べたんですけども、ライスがあってもとにかくしょっぱかったですね。まあしょっぱいよしょっぱいよって言われてたんで、分かった分かったって、お酒をたしなみながら食べるラーメンだったら多少しょっぱいぐらいがいいでしょうと思ったんですけど、こんなにしょっぱい食べ物を今まで食べたことがないですね。イカの塩辛とかそういう概念に近いんじゃないかなと思いますけども、ただやっぱこうしょっぱさの中にもうまさっていうものがあって、ただしょっぱいだけではなくちゃんとその味のうまみも抑えてるっていうところがさすがだなって思ったんですけども、じゃあこれをリピートするかって言われるとちょっとね、ただね、やっぱこれだけしょっぱいと印象には残りますね。あんなしょっぱいラーメン今まで食べたことなかったっていうぐらい、本当にね、醤油そのまま飲んでるんじゃねえかっていうような疑いも
あったりなかったりするんですけれども、終盤だからネタバレしちゃうんですけども、実はこの後謝罪動画が入ります。はい、私がネクタイを締めてですね、黒スーツを着て深々と頭を下げながら、この度は申し訳ございませんでしたっていう、この動画について、謝罪をするっていう、オチを先に言ってしまうと多分面白くないと思うんですけども、まあ釣り動画なんでね、普段見ない人が謝罪、何についてこいつは謝罪してるんだみたいな、そこを狙っていってるんで、まあ普段見られてる方はぜひお楽しみください、そのあたりも。で、実際作られた、死んだ目をした僧侶もですね、インタビューで、だからしょっぱい釣ってんだろみたいな感じでブチ切れて、トークしていただいてるところももうすでに撮ってあるので、それを編集して出したいなというふうに思ってます。はい、いやー面白くなりそうだな。はい、ということで、今週もあれこれあることないことを喋ってみましたけども、いかがでしたでしょうか。早速エンディング雑談枠ということでですね、今週動画に寄せられたコメントを読みながらですね、お答えしていきたいと思います。With you ラサひらめきもお待ちしてますということで、ラクリマクリスティの音源に関してのリクエストですね。この方はいつもリクエストしていただいてるんで本当助かりますね。何あげていいか分かんないんでね、ありがたいです本当にリクエストは。来週これ全部使います。はい、山岡屋の動画にコメント来てますね。松本店ですかって、これねショート動画にありがちなんですけど、その動画見て他の動画は一切見られないんですよ、これ YouTube の特性上。あんまりよほど気になったとかファン以外の方は他の動画見ないんですよね。だからこういう松本店ですかっていう、松本店以外ありえないだろうって、作ってるこっちも普段見てる人間も、あ、この人は長野県松本市を中心に食べ歩いてる人なんだってわかるんですけど、こういうなんか長ったるい動画とか他の動画を見て考察するってことをほとんどの人はしないんですよ。だからこういうコメントが来るんですけども、まあ、こういうのはもう基本的に無視しといた方がいいですね。松本店ですと言ったところで、返事はまず来ないと思うんでね。すげえ昔の動画にもコメントついてるんですよ、これ。IH と鉄フライパンでチャーハンを作るのむずくねっていう、ただチャーハンを作るだけの動画なんですけども、これね、何回か親には内緒でやってますが、ご飯がパラパラにならない、焦げる、何が悪いのかわからん、火加減とか弱いのに焦げるってことで、やっぱね皆さん苦戦されてるのと、鉄フライパンって使った後のほら洗ったりとか油塗り直したりとかって処理がめちゃくちゃめんどくさいんで、私も今はもうほとんど使ってないんですけども、だってテフロンの方が便利じゃんね。だからこの人も親に内緒でやってると思うんですけども、ご飯がパラパラにならないとかはやっぱね、一回リュウジのバズレシピのチャーハン動画を見てからやった方がいいと思います。私もなんかこの当時何本かチャーハン動画上げた時に油の量が多いって指摘があったんですけど、油はねほんとアホみたいに入れた方がいいです。でも煙出るぐらい熱々に熱して、でそこに卵と米を入れてさっとこう油と卵でコーティングするっていう、あれチャーハンの旨味の大半って油の旨味なんでね、油入れてなんぼなんですよ、やっぱ中華なんで。多分ね作ったことない人とか、なんか料理に興味ない人はね、そうやって油が多いとか、なんだフライパンがどうとかってごちゃ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 言ってくるんですけども、言ってくるやつに限って自分で作んないんで、ほっとけばいいと思います。はい、これ来ましたね、また新食にばっか意識がいって内容入ってこないってことで、前ラルクの仮想っていう曲を使った時もね、辺のこのこうダークなラルクアンシェルのこの世界観っていうのは食べ物の動画に絶対合わないんですよ。でこれ新色ばっかりに意識がいって内容入ってこない、でも内容はどうでもいい、本当にもう BGM を聴かせるためだけのこのショート動画なんで、で二極化ですよね、本当両方楽しみにしてる人なんていなくて、本当にもう情報とか内容を吸い取るために見てるか、ただ単に音源気になって引っかかるかの二択なんで。お魚食堂黒部さんの動画も人気ですね、未だに回ってますね。一度連れて行ってもらったことがあります。珍しいお魚とかあってびっくり、美味しかったです。いやーいいっすね、あそこは本当に。ただやっぱね、オーナーさんが富山で船持ってらっしゃる漁師さんなのか、漁師組合に入ってらっしゃるのかわかんないですけども、やっぱねこうガソリン代とかの高騰によって最近値上がりがものすごいらしくて、当時千何百円で食べたのが今2000円とかになってるんですか。ちょっとやばいですよね本当に。
この人ね、はい、フォーディアーが好きですって黒夢の音源に対してコメントしてきたんですけども、こいつね、フォーディアーが好きですって今書いてるけども、前のね、動画では不釣り合いで草とか、なんかカラオケで歌うとシーンってなるのはなぜなぜみたいな感じでディスってきたのに、ここに来てなんか急に出れ始めて怖っと思って、こういうことですね。もうアンチがこう手のひら返す瞬間っていう、面白い、こういう、なんかこいつ多分サイコパスなんでしょうね、俺と同族な気がします。はい、またですね、おお、ニードレス最高ってことで、やっぱ黒夢の音源いいっすよね。黒夢の曲はずっと聴いてたいです。食事も美味しそうですね。珍しく両方に対してコメントしてくれましたね。嬉しいなぁ。黒夢の音源もどんどん使っていきたいですよね。タレア春八さんの動画にもコメント来てますね。諏訪には普通に美味しいラーメンがないってね。普通に美味しいって何なのかわかんないですけども。よく言ってるのは、美味しいラーメンがないとか、どこどこはどうだったって悪い評価とかコメントばっかり書いてる人がいらっしゃるんですけど、食べ物が美味しく感じられないってその人の精神状態とか心の持ちようなんで、お店のせいじゃないですね。だってお金いただいて、ある程度長年やってらっしゃるお店さんって、それだけファンがいて固定客がいるから商売っていうのが成り立ってるんですよ。商売成り立たないお店なんてどんどん淘汰されていくでしょうし、今インターネットで調べればラーメンの美味しい作り方なんていくらでも出てくるんですよ。だから最低限美味しいものが担保されてるにもかかわらず、自分が普通に美味しいと感じられないってことは、あなたの心の状態が悪いから、一回ね、心療内科行った方がいいですよ、マジで。なんかね、こう俺の口に合わないとか、ここはなんか何がいいのかわからないっていう人がたまにいるんですけども、多分「美味しんぼ」とか、ああいう料理番組とかのね、なんか悪い影響だと思うんですけども、否定非難だけしとけばなんかこいつ分かってそうみたいな、なんかこう承認欲求なんでしょうね、あれって。ほっときましょう。ということで、またね、皆さん、こうやってコメント読んでいきますんで、読んでもらいたいよって方は書いといてもらえますと、もしかしたら採用されるかもしれません。ちょうど明日ですね、明日18時からその松本市某所でまた美味しい美味しいラーメンを振る舞いますので、興味ある方は調べてきてみてください。じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。失礼します。また来週。バイバイ。